31だ。弱いな。うわ、雲が多いね、まだ。あらあら、まだ雲が多いでございますよ。濁ってますね、やっぱりね。はい、おはようございます。ザオコです。やはり側の、うわ、やっぱりね、ここ数日雨が続いてますからね。川の水が濁ってますね。水量も多いですし、周り見てもね、黙々ですね、雲が。ちょっとこっち行くか。未来すごいじゃん。すごい車が止まってました。はい、今愛知県西尾市の矢作川左岸走っております。10時半かな。雨上がりで、昨日夜雨降ってまして、朝には上がってましたね。8時過ぎに起きたんですけども、昨日はボランティア活動、長らく続けてきましたボランティア活動を一旦区切りをつけて、メンバーたちとね、お疲れさん会をして、楽しい夜を過ごしておりましたと、という昨夜でして、まあ、朝起きるつもりなかったんですけどね、チワジャックのレアさんが起こしてくれまして、それでも珍しかったね、うん、気を使ってくれたかな。ベビちゃんの女の子なんですけどもね、いつも6時、5時、6時に起こしてくれるんですけど、まあ、私が気づかなかったのかな、爆睡しててね、8時になって、ごそごそする音に目が覚めて、パパおしっこ出てますけれども、っという感じで起こされて、まあ、なんかね、妻が、ああ、晴れた、掃除掃除という感じだったんで、ああ、今日出れんのか、と思いつつ、天気予報ね、週間予報を見たら、明日からね、来週ずっと雨と。週末に晴れマークが戻ってたんで、とは思ったんですけどね、まあ1週間雨の中、ぐずぐずするのも嫌ですし、で明日はね、祝日で、仕事お休みですけれども、雨ということなので、じゃあ、ようやく出番が来たよと、ちょっとね、こう、水たまりを避けつつ、XSR で、うわ、すごいね、あ、そうか、これキャンパーというよりもあれですね、マリンジェットですね。みんな真っ黒に日焼けしてますね。楽しそう。雲がね、夏の雲ですね、もうね。はい。で、ヘルメットはね、白いヘルメットね。お昼ぐらいまでしかちょっと時間が取れそうもなかったんで、なんか昼から、今日午後行く予定があるようなないような感じで、まあ、頑張って走って、また1時間半からお昼までなので、あの後ろから来ました。そんな感じなんで、軽くいつも通りね、適当に流していきたいと思います。ちょっと後ろから車が来たんでね、引き離します。面白いな。カメラではちょっと捉えられないかもしれませんけど、
これね、矢作川と、三河湾の汽水地なんでね、海の色と川の色がね、明確に違いが分かって面白いな。ちょっとカメラではね、お伝えできないんですけどね、捉えられないと思うんで、はい、右手がね、避難火力。左は日曜の田園風景ですね。海の田舎、大好きね、こういうところ。たくさんツバメが飛んでおりますが、これもカメラではちょっと捉えられないかな。はい、で今日格好はね、当然フルメッシュなんですけども、ヘルメットはね、さっき言いかけました、白いヘルメットで、靴も昔の靴ですね。古いダイビングシューズ。ちょっと入れんな、やめとくか。お邪魔になっちゃうね、水分が。はい、水分がね、まだ調達しないんで、いつものこの先のね、自販機で、今日何飲もうかな、冷たい飲料水を調達して、まあ、ね、雨上がりなんでね、本当は、農道とかね、スカイラインの方へ行きたいところなんですが、多分、水がすごいことになってると思うので、行きません。路面がドライなところを選んで走ってた。そして信号機の少ないところを走る。なぜならば止まると滝汗がドワーッと出てくるんで、もう止まってはダメですね。こういう時は止まってはダメ。ダメ。さっきね、出かけの XSR の気温を、気温計じゃないよ。XSR、すごいね、今の場合すごいね。気温計なんかついてもんね。すごいよね。31度ですね。うん。10時半で31度。まあ多分この後もね、そう上がらない。そう上がらないって言ってもね、31度、2度、3度ぐらいまで行くかな。そんな感じですね。よいしょ。ああ、気持ちいい。ここの自販機でもいいんだよな。なんかいっぱいおりますな。いっぱいおりますな。じゃあ、うわぁ、渋いなぁ。はぁ、見たことないオートバイだ。すごいな、これ。そうなんですか。僕ちょっと年代がちょっと違うのかな。ドカティ、ドカティで250？そんな、え、何年式？69年式。69年、私3歳ですね。すいません、失礼。あ、でもドカティでこういう小さい排気量あったんですね。まあ、250と350と450と、はい、あ、フレームは全部他は一緒で、この頭も下も一緒で、へえ、ブランクが違うだけっていうの、ああ、けど200だと、まあ、車検がいらん、あ、まあまあそうですね、うん、へえ、な、これ何年ぐらい維持されてるんです？ほらほら最近、あ、見つけて、おお、すみません、1枚写真撮らせてもらっていいですか？いいですか、すみません。これはめったに見られない。でもありがとうございました。あ、ちなみにこれ何ていうモデルなんですか？イエローレスポン、デスモ、デスモ、イエローデスモ。はい、すみません、お邪魔しました。はい、すげえな、すげえ、いいもの見せてもらった。ドカティであんなのあるんだ。行きますね、うん、うん、走る時間が短くなりました。珍しいというか初めて見ましたね。ドカティで 250cc で、すごいな、あんなバイクあったんだ。だって、いつもの釣り人、まあまあかな、うん、あ、ここは海の色がまだ濁ってませんね、そんなんね。よいしょ、
ちょっとね、あまりにも暑いんで給水タイム。暑くて。いいですね。気持ちがいいですね。